ません、西尾さん。え？元気ですか？うん。どうですか、最近サブチャンネルの方は。なんかこういうコメント多いとかありますか？あれが聞き取れないとかあるかもね。あれとは。あ、僕ですか？っていうのはありますね。僕ですコメント多いよね、本当に。そんなこと、そんな聞き取れないかな。まあ正直言うとね、ちょっとこの前岩田とも話したんですけどね、やっぱちょっと聞き取れねえわっつった話はね、聞き取れでしょ。でもさ、俺らはさ、俺らは 100% 聞き取れんだよな。そう、全然、まあ俺らだからかな。やっぱ、まあ、って言われますからね、なんでって。まあ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 、まあ声のも踏まえてね、ちょっとね、声のトーンをね、最近ね、変えてるんですけどね。こう下げてんの？下げてるんですけど、時々やっぱ言語障害かってこっちに言われてるんだよね。最近その編集マンがあのサブチャンで一緒にやってくれてるんですけど、はい、その子最近入ったばっかりで、西尾のとこだけやっぱ聞き取れないっていう、その子も最近まあ友達だったんですけどね、最近入ったから、最近入ったから、やっぱ俺たちが慣れてんのかなっていうのはあるよね。それはあるよ。いやでも正直言うとね、まあなんですかね、まあ僕でも聞き取れてないとこがあります自分も、はい、いや自分でもあれこれ俺何言ってんのかなって自分もか。あ、動画見返してね、見返してみて、ああやっぱ何言ってるか分かんねえわっつってだから最近あれでしょ、サブちゃんもなんかテロップ入れてんでしょ。ああ、まあ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 、聞き取れないところは入れたり、特に編集マンが入れてるねまあね、なんか改善策とかな、考えて。いやだから滑舌の練習をすればいいと僕は思うんですよ。でそのなんかさっき言ってた編集マンが、はい、言ってたん、よく言ってたのは、あの、その結構ミスチルのファンなんですけど、あの、桜井和俊のあの、名もなき歌の、あのラップ部分、あれを、あの、和幸に歌ってほしいと。和俊の。何それ、何それ振り。桜井和幸。いや、なんか昨日それで話題になってたんで、まあせっかくだし撮ろうかなと。いやいや、撮らしちゃねえだろ、別に。一回ラップを歌ってほしいってことでしょ。一旦。ちょっと一回聞きたいわ、じゃあ。一回じゃあ、西尾聞いといてよ。はい、すいません。というわけで特設ステージが急遽ね、しょべえよ。じゃあちょっとまあ僕だけ歌うのもあれなんで、でも西尾さんがさ、要はさ歌えるかどうかってやつなわけじゃん。まあ、そうよね、俺本で多分さ原曲これ流せないじゃん。流せないね。知ってる人も多分少ないと思うのよ。そう、わかる。ミスチル系は世代的にもね。だからお前おい、やれよミスチル大ファンだから彼はだから、顔似てるから。映せないよ、カメラは。顔似てる方がいいでしょ。練習は映せないから。そうそう、って映していいの？いいの、俺ら全然いい。俺らいいけど。確かに。俺、歌いたくない。いや、歌うならない。歌わないけど、マジで。まあ、似てるってことだけ。ちなみに、じゃあちょっと本人の許可も出た。顔似てるから。そっちの方がいい。これが今回の初なんだ。マジ悪いわ、こいつ。で、ついでに加藤です。じゃあ、とりあえず、じゃあ、飯野さんが。そうだね、マジでやだわ、ほんと。お前ら、ね、曲なし。これ、アカペラこれ。BGM もなし。安西弾けないの？弾けねえよ。え？あ、弾けねえよ。安西です。どうも、はじめまして。弾けないのか？弾けないよ。お前、悪い今の。悪い。確かに。何で言うたすげえ悪意のある抜き方だぞ、お前。いやいや、笑ってるけど怖いよ、今。じゃあ、回します。成り行き任せの成り行き任せ。マジ痛いわ、これ。意味わかんないよ、これ。見たがってるから。見たがってるよ。やめて。俺は見なきゃわかんないもん。西尾さんの後から行くから。そうよ。じゃあ、準備できたら、OK ください。ごめんね、こんな。ごめんね、こんな素人の歌聞かせて。怒られるよ、作曲さんで。怒られるよ、マジで。ごめんね。大丈夫ですか、準備は。ちょうだい、音。怒られるぞ、ちょうだい。怒られるぞ。スタート。始まってます。成り行き任せの恋に押して気には誰かを気づきたとしても、その度心痛めるような次第じゃない。はい、誰かを任せに。皆さん大丈夫です。もう一回やらせてもう一回。いや、ワンもでいいよ。これでも本人の声聞こえないでしょ。聞こえない。めっちゃ外してるやつか。もう一回やらせて。もう一回いきますよ。はい、ちょうだい、スタート。なりゆき任せの恋に押して気には誰かを傷つけたとしても、その度心を痛めるような時代じゃない。おお、誰かを思い出せない。ラップだけ、ラップだけ自分を捨て突き刺さない。
もう大丈夫です。ちょ、3分50秒もう一回やらせて。もういいんだって。終わり。レコーディング桜井さんやんな。和幸行けよ、お前。大丈夫だよ、この。西尾さんお願いしますよ。初反射。マジで。お前も行くか。お前も行くか。行きますよ。行こうじゃ、音。行こう。何行きますか、3、2、1、はい。くれよ。成り行き任せの恋に落ちときには誰かを傷つけたとしてもドラマグリのよしないじゃない。諦めないで待って写真覚えろよ。いや、成り行き任せの恋に落ちときには誰かを傷つけたとしてもその度心痛めるような時代じゃない。ああ、ええやん、最後めっちゃ似てる。もう行こうよ、もう一回行こう、もう一回行こう、もう一回行こう。はい、スリッツー、もう一回行こう。これで滑舌もいいんじゃないか。じゃあ行きます。はい、はい、はい。なりゆき任せの声に落ちときには誰かを傷つけたとしてもそのたび心痛めるような時代じゃない。もういいね。はい、てか言い切れたよ、言い切れたよ。一回あのなりゆきじゃなくてあのかずゆきのかずゆき任せの声に一回しちゃう。かずゆき任せの声に、かずゆき任せの声に一回しちゃう。お前のせいだろ、マジで。マジだ、お前のせいだろ。一回だけちょっと和幸バージョンだよ。わかんないけど、和幸だらけです。和幸だらけ、意味わかんない。和幸だらけ、和幸だらけので。熱いな。じゃあお願いします。お願いします。いきます。はい、和幸だらけの声に落ちる時には誰かを傷つけたとしてもその度心痛めるような時代じゃない。でもいいよ、ええよ。伝えてるやん、全然。伝えてるわ。改善しましたね。スイスでいいやん、お前。サブチャンネルっすか。逆にメインチャンネルっすか。あげんなよって話なんだよ。じゃあミスターチロンでした、どうもありがとう。じゃあ怒られてるの。ほんとさ、お前そんなこと俺やん。ミスターチロンでした、どうもありがとうございました。今のわかるね。今のわかる。戻っちゃって最後のレオ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 シャーみたいな。ということで、ちょっとずつ改善していきましょう。